では2022年第3回の準1級の問題やっていきますと、問2の2ですね。プラントプランというところですね。で、ここも問題は29から31まであるんですけど、最初に見ずに、とりあえずバーッと読んでいって、この辺来たら、選択肢に行く。ここもバーッと読んでいって、選択肢に来たら、ここに戻って見る。みたいな感じで解くのがセオリーかなと思います。では、まず29ですけれども、これバーッと1文ずつ見ていって、選択肢も見ていきますと。はい。では、1行1行見ていきますと。Most flowering plants rely on insects for pollination と。多くの、花が咲くですね。flowering、花が咲く植物っていうのは、rely on、頼っています。何にかっていうと、インセクツ、虫に。何に頼るのかっていうと、for pollination と。これ分かんなくてもいいんですけど、これ一応受粉っていうことですね。理解していただきたいのは、多くの植物っていうのが虫に頼っていると。それは何で頼っているのかというと、このポリネーションっていうために頼っているんだっていうことを分かれば OK ですと。で、次。When an insect makes contact with a flower, it gets pollen on its body と。When the insect が、make contact ですね。with flower。花と接触するときですね。make contact。花と接触するとき、それは、この人はインセクトね。虫っていうのは、ポールンっていうのをゲットしますと。オンリッツボディス。虫の体に。このポールンもわからなくていいんですけど、これは一応花粉のことですね。このポールンっていうのを虫は体につける。これがわかれば大丈夫です。で、次ですね。Then, when the insect moves。虫が動くとき、どこかというと、around on the plant。植物の、周りとかを、動くとき。もしくは、or visit、訪ねるとき、どこかというと、another plant of the same species、別の植物の、同じ種、the same species、同じ種を訪ねるときに、この this pollen っていうのは、comes in contact、これはちょっとわかりにくいんですけど、とりあえずね、この pollen っていうのが、コンタクトする、来てコンタクトするんだと。何とコンタクトするのかというと、with female part of that plant、女性の部分ですね、女性の部分。植物の女性の部分。つまり、雌しべですね。雌しべとこのポールン。これ花粉ですよ。花粉がコンタクトするんだ。っていうことです。で、この this pollination process っていうのは、allow、許しますよと。何に許すのだと、この plant reproduction っていうのを許すと。が to occur、起こるように許すんだと。この plant reproduction っていうのは、再ですね。再プロダクション。作成。なので、植物が子孫を残すということですね。花咲いて種作ってっていうリプロダクション。これを、ポリネーションっていうのが、助けるんだ。この受粉っていうのが助けるんだよっていうのをね、言ってます。で、29番があって、先読んでいくと、The plants っていうのは usually provide。多くの場合、provide します。何をかというと、something the insect needs。何か虫が必要なものを provide するんだと。例えば、such as a meal of nectar。ネクターこれ難しいんですけど、とりあえずミールですね。ミールオブなんとかだと。これ蜜、花の蜜っていうことなんですけど、とりあえずこの a meal of nectar っていうのを、例えば供給するんだと。っていうことを踏まえると、ここの29に入るのは in exchange ですね。その代わりにっていうのが、正解となります。